今週の輝きさん。今回の輝きさんは三木市の町おこしをしている井上昌司さん。そしてリポーターは、おはようございます、田口真理です。今回私は三木市にありますなめら商店街にやってきました。今日の輝きさんはこちらでイベントをされているということなので、早速会いに行ってみましょう。なめら商店街は三木市の中心地にあって、昭和初期に最も栄えた商店街。現在はおよそ9割の店がシャッターを下ろしていて、商店もまばらなんですが、何やらたくさんの人が。実はこの日、三木市を盛り上げていこうというイベントの一つ、レトロジ2019が商店街で開催されていたんです。昔ながらの雰囲気を残しているなめら商店街のイメージを生かして、懐かしい昭和レトロな風景や遊びを満喫しようという人気のイベントで、今年で7回目の開催なんだそうです。さあ始まったんで、ちょっと井上さんを探しに行ってみましょう。おはようございます。すいません、おはようございます。あの、井上さんを訪ねてここまで来たんですけど、はい、私です。井上さん、おはようございます。井上さんは三木城下町まちづくり協議会という団体に所属。今日は企画から運営までのイベントリーダーとして、あちこちに気を配りながら、ご自身も重いものを運んだり大活躍。井上さん、どんな思いでこの活動をしているんですか？シャッター通りになったり、だんだん寂れてきたり、で、なんかやっぱり皆さん王子のこう賑わいを忘れてはるんですね。その地元の方すら忘れてあるんで、それをなんかもう一回こう盛り返すことはできないんやけども、なんか思い出が蘇る的な、はい、でそれによって街がちょっとこう賑やかに、ね、三木いいとこやいう意識がちょっとでも高まってくれたらなと。なるほど、このなめら商店街をもう一回こう盛り上げたいなと思いがあったってことですか？そうですね、なめらを起点に三木の街がちょっとでもまたこう復活していけばいいなという、なるほど。三木市に生まれ育ち、この街が大好きという井上さん。芸術系の大学を卒業した後、大阪の広告関連の会社で働いていましたが、現在はふるさとの三木市に戻り、自分の会社を持ってデザインの仕事をしています。なぜ地元に U ターンして仕事をすることを選んだのでしょうか？技術的なレベルで言えば、もう世界的なレベルのとこが何か所かあって、すごいもう作ってるけども、デザイン的なこうことって全然されてない街だったんですよ、あの全体に。でやっぱりなんかそれを自分で何とかしなくてはならないなという、なんかこう、気持ちがこうグッと湧いてきて、好きなんでしょうかね、やっぱり地元が。それしかないでしょ。井上さんが育った家があるということで案内していただいたのは、商店街の入り口にある井上大仏堂。こんにちは。今作業、ごめんなさい、お仕事中に。こんにちは。仏具や印鑑の販売店として100年以上続くこちらのお店、現在は井上さんのお父さんが切り盛りしています。この辺りの、ね、商店街も含めてやっぱ変わりましたか？もうすごい変わりました。変わりました。年末の売り出しなんかね、こっから向こうへ渡られへんぐらい人が通るんです。へえ。そんな商店街も昭和40年頃から人通りが寂しくなり、
商店主の高齢化なども相まってシャッターを下ろす店が増えていったそうです。でも今庄司さんがここをね町おこしされてるじゃないですか。それでどうですか。まあありがたいことですね。もうこれ頼り頼りなんだ。レトロジをはじめ町おこし活動に携わる井上さんの印象を一緒に活動している米沢さんにお聞きしました。我々が何ぼ考えてもそれはできひんやろという引っ込み思案になる部分がいややろうやっていうふうになるんで、ここだけはなしにですね、活性化を狙うのになくてはならない存在です。さてお祭りの様子は賑わってますね。お、駒回しですか。あ、お上手お上手。そして輪投げ、懐かしい遊びですね。輪投げどうでした。楽しかった。楽しかった。どうですか、こういうイベントがあるっていうのは。あのなかなかあの商店街来ることなくって、うん、なのでこういうイベントしてもらえると乗るきっかけになっていいかなと思いました。若い世代、まあまあ子供来てますけどね、今からこうミキ、あ、いいな、これから私もミキでずっと住みたいな、でなんか私も困難に関わってなんかしたいなと、そういう人がどんどん出てきたらいいなと、そういう気持ちでこう思ってるんです。なるほど、その思いをバトンをつないでいくみたいな。そうです。そんな井上さんの思いに応えた若者がいます。三木市出身で今は東京でデザイン関係の仕事をしている水野まなりさん。ここはどこかというと、水野さんが子供の頃によく訪れていた魚屋さん。お店はもう閉めているのですが、まだ営業していた頃に撮影した思い出深い写真を集めてお店の中で写真展を開催しています。思い出がすごくここの場所にあって、でその思い出を大切にしたいとか、うん、残したいなって思った時に、まあ、地域の方の協力がないとここも残していけないと思ったので、そういうきっかけから、まあ、町づくりとかそういうふうにも興味持って、月に1回は何か今度ずっとイベントを重ねていって、うん、まあ、周りにもあの認めてもらって、でその今度周りの方がここ使って何かしてもらえたらな、最高だなっていうふうに思ってます。なるほど。こういうね、その地元を盛り上げたいとかっていう同じ思いを持つ若い方々が、ね、いるということについてはどう思われますか。もうね、もうこれほどね嬉しいことない、うん、この地域で育った人々にとって商店街は今も昔も魅力あふれる場所なんですね。商店街を盛り上げるために大事なのは人と人とのつながりと井上さんは考えているんだとか。若い、ね、世代がこうどんどんこう我々の作ってきた道をもっと広げてこう大きくしていってもらいたいのが、まあ今の自分の思いというかね。若い世代の人がちょっとまあ今入ってきて、あの自分なりの考えでいろいろ我々のところのベースを生かしたことを今やり始めてるんで、それをもう我々どんどん応援して、僕らがもう引退してさえならと言えるようなこう5倍にやっていきたいなと。自分が生まれ育った素敵な街をもう一度盛り上げたい。世代を超えて人と人とをつなげて大きな輪を作る井上さん、その活動はまだまだ続きます。いや、歴史ある町で昔のにぎわいを取り戻そうと活動されている井上さん、みんなのことを支えながらもこれから商店街の人や若い人、地域の人たちにももっともっとこの町を盛り上げていってほしいという熱い思いが伝わってきました。町の活性化に尽力されている井上庄司さん、確かに輝いていました。それでは